こんにちは。大分県出身、野球解説者、そしてカボス特命大使の川崎健次郎です。今日本で観光地と言われるところ、もう同じ状況が起きてるんじゃないかなと思いますけれども、この大分県別府市も大変な状況になっております。このコロナの影響で人が入ってこれない、でそれに伴って、ホテル業界、それから飲食業界も大変な打撃を受けております。もう実際こういう人がいない別府ってのは僕はもう見たくないです。もう別府の日常を取り戻してほしい、そして人であふれかえる別府が見たい。みんなで力を合わせていきましょう。頑張れ別府。